UV レジンゆらゆらマリン。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。今回はですね、こちらのセリアさんのゆらゆらマリンシリーズを夏が終わる前に作っていきたいと思います。もうね、だんだん秋っぽくなってきたかなという日もありますが、まだ暑い日もありますので、夏が終わる前にこちらをね、仕上げていきたいなと思います。こちらのカラー枠、ご覧の通り、とってもシンプルなんですよね。波のような模様がついて、中でこうゆらゆら揺れるタイプのカラー枠で、もうこれだけでもね、すっごく可愛いんですけれども、これをね、なんとなく同じシリーズという感じで作っていけたらなと思っております。さあ、どういう風にアレンジしていきましょうか。まずはこちらのペンギンさんからいきましょう。とってもちっちゃい。マスキングテープをして準備をしていきます。このね、ペンギンさんがね、しっかり貼り付けていければ OK です。はい、可愛らしいペンギンさんなので、カラリーのウラヌスというカラーですね。鮮やかなブルーグリーンのようなカラーです。少しパールがかった色味で綺麗ですよね。ちょっと透明感が残るこのくらいにしておきましょうかね。かなり爽やかなペンギンさんになりました。クリアのレジンをお腹のところに流していきます。できるかな。少しグラデーションっぽくなるように。あ、いけましたね。ちょっとペンギンさんっぽくなったかなと思います。いいんじゃないでしょうか。このままね、流れないうちにすぐに硬化したいと思います。触りたくないんですが、もう一滴。はい、硬化ができました。いい感じですね。このクリアを流したところが、このね、着色剤のいいところを活かせたかなと思います。下にね、ホワイトがかったパールが、見えている状態ですね。パールのホワイトだけが見えている感じですね。いいですね。ではコーティングしていきましょう。ではね、クリアを足してコーティングしながら少しぷっくりさせていきたいと思います。これね、ちっちゃい枠なので、ぷっくりさせたらすっごく可愛いんじゃないかなと思います。はい、硬化が終わりました。これくらいぷっくりして、このね、お腹のところがぷっくりした感じがペンギンさんらしいかなと思いましょう。裏面もね、クリアをのせてぷっくりさせていきたいと思います。よいしょ。少し透明感のある感じになってますね。はい、硬化が終わりました。このくらいのぷっくりになって、意外とペンギンさんっぽくなってよかったですね。かわいいです。これで終わりだとちょっと寂しいので、このちょっと斜めになってるところ、ここにね、ストーンを入れたいなと思います。ストーンと思っておりましたが、こちらね、シーンさんで購入したネイル用の、ピクシーネイルとかに使うものなんですが、これをちょっとまぶしていきましょうか。まぶす。これね、こういったキラキラのクリスタルなんですけれども、ちょっとこれをね、つけていきたいと思います。ここに内側にちょっとレジン液をのせまして、ちょっとかけていきますね。ちょっと寄せていきます。寄せればちょっと多少ね、強度が出るかなと思います。はい、硬化が終わりました。しっかりくっついています。意外と思っていたよりね、キラキラして
いい感じですね。これはねグリッターではちょっと出せないあの輝きかなと思うので、グリッターでももちろん敷き詰めればいいんですが、またちょっと輝き具合が違うかなと思いますので採用です、ここにもねつけていきたいと思います。下からもね寄せて密集してる状態をね作ると、このクリスタルは強度が強くなります。では最後こちらですね。硬化が終わりました。こんな感じですね。触っても大丈夫そうですね。いいですね、シンプルな枠がキラキラゴージャスになりました。やっぱりねこれだけじゃちょっとあの寂しいかなと思ったので、少し、V カットのね細かいストーンなんですけれども、こちらをね、散らしてみました。波がねキラキラと輝く、ペンギンさんのアレンジはこんな感じとなりました。あとはねこのチャームの部分に石だったりマリンっぽいものをつけたりしてアレンジできたらいいなと思います。キラキラゴージャス、お腹ぷっくりのペンギンさんです。はい、次はこちらイルカのチャームを作っていきたいと思います。こちらもすごくシンプルな枠ですね。こちらにはカラリーのドロップというカラーを使っていきたいと思います。このブルーもねとっても綺麗なんですよね。ではクリアを用意して、先ほどと同じようにねあのクリアをこの辺りに入れていけたらなと思っております。とってもいいブルーになりました。これを静かに流していきます。ちょっと色濃かったかもしれないですね。一旦全体に広げて硬化します。ちょっとね流れそうだったので先に硬化してしまいました。そしたらですねもう一度同じこのブルーを流していきます。そしたらクリアを流していきますね。クリアを取ってこのお腹のあたりにね流していきます。これホワイトでも良かったかもしれないですね、ちょっと顔のあたりまでこの辺はちょんちょんと触っておきましょう。はい、硬化が終わりました。若干ですがねここにうっすらと色の層ができたかなと思います。クリアでコーティングしていきます。ほんのりここに色の層ができたかなという感じですね。少しブルーを薄くしたら今の方法でもよりね色の差が出たんじゃないかなと思ってます。はじめねあの1回で終わらせるつもりでしたので、この濃い色になってしまいました。はい、硬化が終わりました。このくらいぷっくりさせて、少しね流れているのでここのバリをカットしていきたいと思います。すべてきれいに取り除けたので裏面もコーティングしていきます。はい、硬化が終わりました。こんな感じでね仕上がっております。
ね、また波の内側、ここにもねアレンジしていきたいと思います。こちらにはねクリスタルを入れていこうかなと思います。こんな感じでついてます。もう一粒いけそうですね。では硬化します、はい、硬化が終わりました。内側がねキラキラっとしていい感じですね。ではこちらもつけていきます。はい、硬化が終わりました、うん、少しねストーンを入れてキラッとした波が、出来上がりました。イルカさんはですね、ここが少し2層になって色味が出ているかなと思います。爽やかなイルカのチャーム出来上がりました。もう一個アクセント欲しいかなという気もしますが、形がねもう可愛いのでね、これで完成といたします。2つ並ぶと可愛いですね。こんな風にしたかったんですけどね、うん、やっぱりこれくらい色の差があった方が良かったですね、お腹の部分。はい、それではお次はこちら、真ん中にね人手がぶら下がっている、とても可愛らしいチャームですね。ここにも貝と人手のモチーフが飾られてます。これはどっちが表でもいけそうですね。これは海藻っぽいですね周りのフレームは。ではこちらにもマステを貼って準備しておきます。それではまず1層目を流していきます。ちょっとねこれカーブが合わなかったので、長くね作業していると流れていってしまいそうなので、ささっとレジン液を流して薄めに流したら一旦ここで硬化したいと思います。はい、すぐに硬化します。はい、硬化が終わりました。そしたらですね、またクリアのレジンを、今度はたっぷりねこの枠いっぱいになるように流していきます。こちらはねホログラムを入れたいんですが、どっちにしましょうかね。すごく迷っております。質感としてはこちらの方がいいんですけれども、ブルーはたくさんありましたので、細かいところにも入れやすいこっちにしようかな、少しホワイトがかっているように見えた方が人手っぽいかななんてことを考えながら、こっちにしましょう、入れてみましょうまあどちらも綺麗なホログラムなので、うん、いいですね。これでも結構色味が出ますね。これでもいいんじゃないかなと思いました。このね細かい先端の部分に細かいホログラムを入れられるので、いいかなと思いました。それではここで硬化します。はい、硬化が終わりました。そしてああやばい、ここでもう外してしまいます。なのでね大丈夫ですね。はい、こちらにクリアのレジンをまたたっぷり敷き詰めてぷっくりさせていきます。そしたら、こちらのねブリオンをほんのちょこっと、ブリオンを人手の真ん中あたりに散らしておきます。こういう模様ありますよね、と人手っぽくなるかなと思います。はい、硬化が終わりました。そしたらですね、もう一度コーティングをして、このブリオンの、ね、表面も全体的に、しっかりコーティングできるくらいに埋めていきます。はい、硬化が終わりました。キラキラになりました。ではね、裏面も同じようにコーティングしていきたいと思います。このアシンメトリーの人手の形がすごく
可愛くておしゃれですね。効果が終わりました。表もですね、もう一度ぷっくりとさせて厚みをさらに出しておきました。で、周りをですね、ストーンで、キラキラに飾っていきたいと思います。この辺りに一滴美人液を落として、ストーンをポンと配置しますね。この辺りにちょっと大きめのこの雫型のね、ビジューっぽいストーンを配置しようかなと思います。くぼみができているので、その辺りを目安にストーンを配置すると安定がいいかなと思います。で、ちょっと寄せておくと強度が出るかなと思います。それでは硬化していきたいと思います。はい、硬化が終わりました。こちらはですね、とってもキラキラな人手のチャームとなりました。オーロラのフレークとオーロラのストーンがね、すごくキラキラ感を出せたかなと思います。やっぱりキラキラするとすごくシンプルな枠も華やかになりますね。キラキラのぷっくりです。はい、それでは最後はこちらのですね、ホタテの貝殻の、枠、これですね、見てわかる通りとても細かいですよね。どういう風にしようかなとちょっと悩んでおりましたが、作っていきたいと思います。ここをですね、はっきりとしたホワイトで仕上げていこうかなと思います。こちらのグランホワイトというカラージェルなんですけれども、とっても濃いホワイトなんですが、これをね、着色剤として使用したいと思います。これをレジン液に混ぜて、この隙間に流していきたいと思います。少し沈むのを待ってから硬化したいと思います。縁についたこのレジン液はきれいにしておきます。それではここで硬化します。はい、しっかりと硬化できました。こういう細かいところはもし足りなければもう一回、重ねたりして、色をつけていくといいと思います。それでは、次はここの広い面を、これね、先ほど作ったホワイトなんですけれども、まだこんなにあるので、これに、クリアをね、足してしまいます。少しね、薄い半透明のホワイトを作りたいなと思ったんですが、このあたりのね、ちょっと薄いホワイトをすくって、ここに流していく。広げて、硬化します。硬化が終わったら、ちょっと細かいんですけれども、このブルールオーロラパウダーを、トントントンとふんわりのせていこうかなと思います。こういったチップを使って、取ったら、この辺りにつけて、あ、見えましたね、いいですね。で、次はグリーン、ちょっと取って、オレンジをいきます。ちょっと重なってもいいくらいですね、綺麗な色ですね。擦るスペースがないので、こうグッと押す感じですかね。ピンクもちょんちょんと取って、グッとつけます。こうですね、これはね、イエローですね。イエローっぽい、この色いいですね、とっても綺麗です。しっかり取って、こうスタンプを押すような感じでね、つけてみました。あ、とってもいいオーロラパール感が出ました。
感じですね。そしたら余分な粉を落としておきますね。はい、なんとかね頑張って取り除くことができました。そしたらねクリアを上から流してコーティングしていきたいと思います。これはもう落として、なるべくスティックでこのせっかくつけたパウダーをこすらないようにしながら一滴落としてちょっと広がるのを待ちたいと思います。それでは硬化します。硬化が終わりました。いかがでしょうか。とってもいいですね。私的には満足で、少し虹色のような感じで仕上がったかなと思います。いいですね。そしたら、ここ真ん中、ここにはねパールをもう入れていこうかなと思います。そしたら、一滴ここにホワイトをほんの少し流しておいて一度硬化しておきます。はい、硬化が終わりました。そしたら、今度はクリアをここにたっぷりと流して、その上にポンと先ほどのパールをね乗せていきたいと思います。ちょっと沈めるか、いいですね。はい、じゃあ硬化します。硬化が終わりました。周りにね少しクリアも流れてしまいましたので、上からねここの面全体的にもう一度クリアを流して硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。それではちょっと剥がしていきましょう。綺麗に出来上がってますね。よかったです。ここだけちょっとバリ取りましょう。これパールをつける前にコーティングした方がやりやすかったです。はい、裏面のコーティングも終わりました。そしたらですね、また、周りをキラキラでデコレーションしたいと思います。今度はねパールも使っていきたいと思います。それでは硬化していきたいと思います。硬化が終わりました。こちらはねこのパールがやっぱりポイントかなと思います。あとはこの虹色のパウダーですね、とっても小さい枠だったんですけれども、少しアレンジできたかなと思います。はい、ということで4種類すべて作り終えることができました。こうやって並べるとねやっぱり この2つがすごくキラキラしていて、ゴージャスだなという気がいたします。特にこの人手ですね、やっぱり大きいビジュっていうのはすごくインパクトがあります。こちらもね最初作った時はすごくキラキラしてるなと思ったんですが、並べるとこうまだ何か足したいなっていう気もしてきますね。ですがね、夏が終わる前に、ギリギリまだ間に合ってるかなという時点でこの夏のモチーフをね、作れたので良かったかなと思います。この枠持ってる方たくさんいると思うんですけれども、少しでもね参考になればいいなと思いました。いろんなねこういったシンプルな枠でもアレンジができるかなと思います。レジンで言うとやっぱりこのペンギンちゃんのフォルムがすごく淡い感じが好きですね。ここのイルカの2層に分かれる部分、もうちょっとコントラストが出たら良かったかなと思いました。見えるかな。あとはねもうこのキラキラは間違いないですね。これだけでもねすっごくゴージャスなパーツとして使えるかなと思います。あとはねここにチャームをつけたりなんかしてお好みにアレンジしていけたらなと思っております。それではね最後までご覧いただきありがとうございました。セリアさんのカラー枠ゆらゆらマリンでした。チャンネル登録、ツイッター、インスタグラムもありますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。